今年3月に開かれた世界4大ファッションショーの一つ、パリコレクション。歴史ある祭典でドレスに花を添えたのが、熊本生まれのスーパーフラワーです。スーパーフラワーが誕生したのは2017年、熊本地震がきっかけでした。ウェブデザイナーとして働いていた宮田幸子さんは、地震の影響で仕事が激減し、同じ境遇の女性たちと会社を立ち上げました。手に職があったらどこにいても仕事が、できますし、もっとその仕事の幅を広げるっていうところも重要だったかなと思ってます。その思いに賛同したのが、地震で益城町の工場が被災した黎明藤井。全国に紙や文具などを販売する創業134年の老舗商社です。衰退の一途をたどる紙の付加価値を高め、多くの人の働く場ができればと開発に協力しました。大きいですね、かわいい。でもこれも紙でできてるんですか？全部紙でできてます。一つ一つ手作りで生み出される繊細な花。贈答用の胡蝶蘭を中心にギフトフラワーの需要が高まり、今では全国で40人ほどが制作を手掛けるまでに広がりました。一番喜ばれるのは、すごい見て感動してくださる方がすごく多いんですよね。やっぱ感動を与えるっていうものは、多分需要があって広がっていくと思うので、どんどん広げていきたいなと思います。先月、熊本市で開かれたスーパーフラワーのワークショップ。国際天使ママの日を前に、赤ちゃんを亡くしたお母さんたちが集まりました。巻きつけるように、くるみとね、ちょっと強く作るっていうのが、ちょっとピンピンって押したり、手で戻すとふんわりになるので。講師を務めた沢野のり子さんも、3年前、生まれたばかりの赤ちゃんとお別れしています。作って、でお家にこう飾ってあげた時に、なんかすごい、なんかいい気分だった。子供たちをイメージして思い思いに選ぶ色、生きられなかった我が子に贈る花を作ります。すごい、かわいい、かわいい、なんか風車紙に命を吹き込みながら、気づけば笑顔の花が咲いていました。とても自分と向き合う時間と楽しい時間でした。すぐ飾ろうと思います。テーブルの上にもそのひかりちゃん、お空に行った子を飾ってるんですけど、写真とそれに一緒に飾ってあげようと思います。ありがとうございます。喜んでくれそうですですね、本当本当、それが嬉しいです。この子のためにしてあげられたことがあるっていうのが、すごい生きていくきっかけになったので、それをきっかけにまた他の人もなんか温かい時間を過ごして、笑顔で過ごせる時間があるのはすごく嬉しい。花びら一つ一つに思いを込めて、熊本で生まれた枯れない花は、人々の心を彩りながら世界へと可能性を広げています。